こんにちは、ハイジです。というわけで今日はびっくりドンキーさんで今ね、食べながら撮影っていうのもしてまして、今日来ていますこちらのびっくりドンキーさんが、なんと僕が大好きなレトロ自販機の聖地、中古タイヤ市場さんのすぐ近くということで、もう6分くらいで着く場所ということで、今朝の10時なんですけれども、この時間に行けばもしかしてカレーの自販機のカレーあるんじゃないかと思って向かってみたいと思います。近づいてまいりましたが、実は最近私もうここに来ておりまして、一通りいろんな自販機見てます。なので今回は本当に一点集中のカレー自販機のみ見て、あったら買う、なかったら帰るという感じにしてみたいと思います。帰りたくないか、すぐにはちょっと雰囲気味わってから帰るかもしれないけども、この時間に来るの初めてだ。朝の10時、あ、意外とあんまり人がいない。そうなんだ、この時間。さあ、カレーの自販機あるのかな、あるのかな、回ってみましょう。この時間に空いてるし、今待って、この時間来たの初めてなんですけども、これやばいぞ。こっち側めっちゃ自販機並んでる。そうなの、すげえ、知らなかった。これ新情報じゃない？やばいね。革鉄製の自販機、こんにちは、挨拶していきましょう。進んでいきます。はい、カレーの自販機買えそうじゃない？やべえ、ついに買えそうじゃない？マジで？マジで？いくよ。おお、なんか落とした。あ、え、出た。あ、おお、すげえ、熱々、ちょっと熱い。すげえ、3分で本場の味。3分待たずに今頭出てきたけども、とうとう買えた。来てよかった、買えちゃったよ。カレーライス、びっくりドンキーで食べた後だけど買えちゃった、嬉しい。これも買うか、もう当たりつきね。では100円入れての16茶。おい、ピピ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 。まあ外れたってことですね。結構これずっしりよ。ちょっと汗た感じの色味が出てんのとかも素敵で仕方がないんですけれども、開けていきますと、白ご飯と温まったレトルトのボンカレーで、こっちもあったかい、どっちもあったかい。スプーンもついております。いただきまーす。はい、トゥル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 ンと。はーい、はい、ありがとう。おーいしょ、これこれこれ。待って、ボンカレーはもちろんね、甘くし、もちろん美味しいんですけども、ご飯もこういうカレーかけたらベストに美味しくなるような食感。これベストオブベストのやつじゃん。めちゃくちゃ美味しい。そして出会えて嬉しい。あー、でさ、このじゃがいもとか人参がゴロゴロの感じに関しては、まあボンカレーさんの手柄なんですけども、なんでしょうね、この自販機から出てくる感じが相当なスパイスになってるよね。お肉に関してはかなり細かいね。この感じで相当細かく入ってる感じですけれども、感じることはできます。せっかく人いないしさ、これ外で食べてもいいよね、自販機の前で。やっぱちょっと自販機の近くで食べてみようかなってことになったんですけれども、今出てきて歩いてましたら、視聴者の方が声かけてくれまして、こちらのメガパチドリンクをプレゼントしてくださいました。めちゃくちゃいい方がいらっしゃいました。ありがとうございます。すごいっすね。いや、めちゃめちゃいい景色。トイレもあったんですね。この時間、この時間に来たらゲームセンターも楽しめる。稼働してないけどすごくレアなやつなんですね。うわー、パチンコ玉を磁石で寄せてってやる。中動いてるんですか？中のは動いてる筐体、結構綺麗に。見栄えができる。あ、本当だ。すごいですね。スロット。でかいカプセルの UFO キャッチャー。中身ごと引き取ってきた感じなんですね。本当ですね。サイズ面に入ってますけど。本当ですね。あーね、このタイプのやつ。これ。どこだったっけな。オートパーラーあげよ。そうそう、あげよ。あげよ。あそこパンティーばっか出てくる。わかんない。なんか知んないけどね。ダロビュース懐かしい。でもゲームは1942ですよね。本当だ。いいよね。ですね。すげえパチンコがあって。動いてるんですね、これも。ちゃんとインベーダー。そしてなんと、社長に初めてお会いすることができました。ああ、どうも。よろしくお願いします。裏に、また新たな、そうなんですよ。あれはまだ秘密のやつ。秘密でもないんですけど、もう一列できる。楽しみです。なんか見ました？見てないです。ちょっと見に行きます。いいんですか？いいですよ。ぜひ。じゃあちょっと行きます。おお、行きましょう。とんでもない展開になってきた。はい。すごい。こんな貴重な体験が。ゾクゾクして鳥肌立ちますよ。何それ。見れるの。ラッキーですよね。失礼します。いいですか。失礼します。おお。いっぱいある。これもう渋すぎますよね。あ、これね、もうこれなんか販売しようかなと思ってる。いいですね。裏側ですよね。そうですね。こっち側に自販機群があって、裏ステージみたいな。すげえ。すでにちょっと置いてありますね。入ってるんですけど。あ、ポテパリ君の自販機。こっち。これ向こうにも表にもあったの。まだあるんだ。そうなんですよ。ボーカルとか入れ替えたんですよ。あ、おでん缶とか。で、うわー、ブリックパックのね。ヨーグルトもなんか表にあったんですけど、表入れ替えた時にしばらく使ってなかったらお客さんがなんか早く復活する。いや、そうですよね。これはみんな大好きなやつですから、ヨーグルトですよね。すごい。今回ちょっと大型の機械さんがガンプラとか行こうかな。いいです、ガンプラいいですね。比較してるんですよね。ガンプラ買えるんだ。だからすげえ。で、まだ入れるものが決まってない自販機が置いてあるってことですか？ここら辺は。まるっきり何も決めてないんですよね。じゃあこれから。機械全部じゃあ知ってパルテンを直して、でそれから商品を何するか決めて、で8月には使えるようにしちゃおうかな。社長、タイヤ業務は大丈夫なんですか？めちゃくちゃ忙しいですね、これ。忙しいですよ。忙しい。社長、いや、おみくじの裏だこれは。おみくじ裏ですね、これね。すげえ。あ、そんでカップヌードルのやつとかも。いいな、すごいすごい。で、アイスクリーム自販機。あれ、これちょっと前まで表にありません？そうですよね。表に今2台あるんですけど、埼玉の鉄拳太郎さんの自販機が取り描いてます。なるほど。そのカップラーメンに鉄拳さんから来たり。ちゃんと来てくれた。嬉しいですね。多分シールかなんかついてます。これがそうですね。これだ。あ、行田保健所って書いてあるもん。確かにいいですね。ちゃんとここで生きてるんだっていうのがね、知れて。これですよ皆さん。これはすごいね。この後だから設置してから整備してが大変かなって。ここからが大変なんですね。でもこの景色だけで正直ね、嬉しいです。感動ですね。裏ステージ変えなくても、この道がもういいですよね。はっきり言って。わあ、いい。うわ、このパターン、なかったですね、これまで。そうですね。ロッカー型のちょっと大きいもの、はい、ぬいぐるみとかそういうのも。ええー、これいいな。これ面白そうですね。ね、これ絶対面白い。おもちゃの自販機ってことですね、これは。そうですね。これもまた木目のやつって今まで持ってなかった。そっか、木目はなかったか。そっか。どうしても正面にこう横に1台ずつあるんですけど、はい、コーラが売り切れちゃうんですね。そうですね。これコーラだけでいこうかな。あ、やっぱコーラ人気なんですね。ですね。すごいすごいすごい。でこれ渋すぎますね。そうですね。乾電池サビサビなんですけど。僕ちょっと修理すれば動くと思います。じゃあ買えるようになるんですね。そうです。ただでもビビって買わないですよ。ビビって買わない。別に買うんじゃないですか。買いたいですよね。買いたい。乾電池買う人いるかとかちょっとわからないですけど。いやでもやっぱ記念ですもん、これ全部もうこれですよ。この感じいいな。これを設置した後に一回整理するので使えるように。あ、そうなんですね。この見本もこのままでいいですよね、本当にね。ああ、見本そうですね。これめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいです。年季入ってる感じ。あらよね、ビビってね。これだと別に完全に入れないよね。いや入れる人いますって絶対、はい。捨てるつもりで入れるよね、多分ね。